こんにちは、こさんです。今日は肩周り、二の腕、すっきりしていきましょう。ノースリーブ、タンクトップ、着ても大丈夫なようにしていきます。手を肩に当てていただいて、ぐるーっと大きく回していきましょう。肘をしっかり上まで上げて、ぐーっと回していきます。30秒経ったらですね、反対回しにしていきます。視線なんですけれども、顎を引いてしまうと、肩の動きが悪くなっちゃうので、顎は少し上げた状態でやるとですね、肋骨も開いて、肩甲骨動かしやすくなるので肩が回しやすくなります。はい、なので少し斜め上向いた状態でやっていきましょう。はい、では反対回し、ほい、ぐるっとね。結構実はこれだけでも肩甲骨周り、肩周り疲れます。はい、よいしょ。またね、こうやるのとはわけが違うんで、しっかりこう丁寧に回していきたいと思います。今は後ろから前ですね。後ろから前、あんまり回らないって人もね、できるだけ大きく、この肘ができるだけ大きな円を描いてくるような感じですね。 OK、 ではこのまま今度はぐーっと横です。肘をぐーっと開きます。脇を開けるというのかな、そんな感じで、で上げた時にこの三角筋と言われるこの肩の筋肉をしっかりと刺激していきましょう。よいしょ、上げた時です。結構さっきので刺激されてね、もう疲れてるって方もいらっしゃると思うんですけど、しっかり平行まで上げれれば OK ですね。でこの時一緒に首まで上がらないように要注意です。首まで上がらないように首をスッと長くした状態で、同じように、私と同じようにやってみてください。よいしょ、結構つらい。しっかり開いて戻す、しっかり開いて戻す、しっかり開いて、真横から見たらこんな感じです。よいしょ、しっかり開いて戻す。 OK、 では今度は肩甲骨を寄せた状態からちょっと膝立ちでやりますね。上です。よいしょ、上、これも少し線は上を向きます。肩甲骨寄せて状態からこんな感じです。上にしっかりと、よいしょ、後ろから見たら肩甲骨寄った状態から上ですね。上、しっかり下げれるところまで下げて、脇を締めて肩甲骨寄せてっていう感じでやっていきましょう。よいしょ、さあもう少しです。はい、結構肩回りきついんですけどね。で息止めちゃうと首が痛くなるので、しっかり息はね、しっかり吐きます。OK、 じゃあ今度は手の甲を前にした状態で、で開いてさっきの動きです。でさっきのところに戻りましょう。しっかりつけるところまで、1、2、3、4、1、2で戻した時、ここと肘がねしっかり開くように、こうじゃないです、ここに戻すようにしていきましょう。2、3、4、1、2、3、4、1、2、だんだんねこう肘が下がってくるんですけど、肘は体から離したところでくっつけます。ふい、3、ふい、2、2、3、ふい、あと15秒ぐらい。結構ね肩周りこれきついんです実は。よいしょ、ふい、よいしょ、ふい、よし、ふい、スタート。5秒だけ。よし、こっから腕立ての姿勢になります。よいしょ、腕立ての姿勢になったら、片方の手を離してもう片方にタップします。ショルダータップと言います。よいしょ、こんな感じです。で注意点としては、体が一緒にこう回らないようにする、しっかり回らないようにすることと、あとはこうではなくて、一回一回止まって戻る、止まって戻るっていう感じです。さあここで3秒休憩。よし、頑張りましょう。はい、息継ぎ方だね。はい、ピッとピッとピッと。さあだんだんねこう疲れてくると回ってきやすいので、ここはピッと真顔でいきましょう。さあもうちょっと、はい、あと15秒。はいはい、あと10秒。きつくても
ポーカーフェイス。さあ、あと5秒です。頑張ろう。はい、よいしょよいしょ。はい、OK。 立ち上がりましょう。立ち上がったら前屈します。前屈して、で膝硬い方は曲げて OK です。歩きます。でさっきの腕立ての姿勢まで来たらまた戻りましょう。こんな感じです。前屈して、よいしょ。で戻るときに手をこうやってするのは NG です。はい、よいしょよいしょ。でしっかり戻ります。戻る戻る。そう、一歩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 で OK です。よいしょよいしょ。きついけどね。はい、よいしょ。あと30秒だけ頑張りましょう。でこう膝曲げて腰落とした感じでやると実はきつくないんですね。どうしてもきつい方はこの方法ですけど、普通の方はこう前屈して、で戻る時もですね、お尻上げるようにして戻ってください。そうするとバッチリ効きます。あと10秒、頑張ろう。2回ぐらいいけるかな。はい、よいしょよいしょよいしょ。もうちょい、よいしょ、頑張ろう。よいしょ。はい、 OK。 ではプランクです。はい、プランク。よし、これで1分間頑張りましょう。これでラストです。肩回りで、あといろいろこう腕動かしたりしてるので、まあ同じ二の腕ですかね。二の腕もできてます。頑張りましょう。でハイプランクの時にこう顔よりも前に手があるとどうしても体勢がきついので、必ず肩の真下あたりに、まあざっくりでいいので手は置いてください。さあ、もうあと20秒だけ頑張ろう。きつくなった方はこうやって お尻を一回上げて回避、もしくは膝をついて回避です。はい、ではあと15秒だけ頑張りましょうね。もうちょっと、皆さんなら絶対できるよ。頑張りましょう。あとは10秒だけ。はあ、肩周りだけこんなにやることないのでね、本当にお疲れ様です。もうちょい。はい、 OK です。お疲れ様でした。頑張った。頑張りました。他にもいろいろ用意してますので、よければチャンネル登録お願いします。ジムの様子ご覧になりたい方はこちらにございます。他にもいろいろおすすめの動画用意してますので、ぜひぜひ一緒にまたやっていきましょう。ではありがとうございました。またお会いしましょう。